どこだ。このお店美味しいね。そうなの？へえ、そうなんだ。それって普通じゃん？まあでも仕事終われば別に定時に帰ってもいいんじゃない？うざ、それが仕事終わんねえ原因だろ。でもさすがにその子たち今日は帰れたんでしょ、金曜だし。おい、黙って聞いてればおめえいい加減にしろよ。てか部下が仕事できねえのはおめえの責任だろ。何責任部下になすりつけてんだよ。大和田か、おめえは。おめえが黙れ。誰かモノマネしろっつったから。ゆとりやら悟りやら若い世代カテゴライズしてはいびって。何なんだおめえは。どうせ若いやつに友達いねえんだろおめえ。古市や知紀読んで分かった気になってるだけだろうが、このポンコツバブル野郎。うるせえよ、口答えしてんじゃねえよ、このアラサーロリコンとか。部下が契約取れねえんだったら客の一人や二人紹介してやれよ。それが上司っつうもんだろ。飲み飲み、おめえの度量の狭さは飲み飲みなんだよ。島耕作でも読んで出直せ。黙れ。誰派とかじゃねえんだよ。人の悪口言って上司に媚び売って部下に責任を押し付けて、この米つきバッタ、てめえみてえなポンコツに社内政治できるわけねえだろうが。カール・シュミットでも読んで出直してこい、このクズ。うるせえ、黙れ。もう売ってねえよ。ああ鬱陶しい。飲み会で若い女にヘラヘラする前に自分の部下まずちゃんと育てろよ。あまり仕事きすぎちゃダメだよ。あと私、岸川派より大和田派。以上、部下をすぐ悟り世代だと言ってディスる男子を怒る美女でした。部下にいろいろな人脈を共有させてあげる、そんないい上司になるのにうってつけのサービスがあるんです。次回はすぐに要するにというポンコツ要約男子を怒る美女です。グッナーイ。楽天カードウェブでも